鉄骨兄貴は筋肉ムキムキマッチョマン4人で協力し、子猫を4人の絆でオーディション会場のゴールへと連れていくことが目的となります。ただオーディション会場の足場には電気が流れる床、子猫は床を歩くことができません。そこで兄貴たちの出番。兄貴たちは鍛えられた筋肉は電気を通すことなく、兄貴たちは背負った鉄骨を他の兄貴の鉄骨と合体させ、子猫が通る道をゴールまで作ることが目的となります。ゲームプランナー学科2年平井壮太です。プランナーを担当しました。プランナーとしてレベルデザインに力を入れました。4人で協力する、このことをどうゲームシステムに落とし込みユーザーに楽しんでもらうかを深掘りした上で、4人で作った道をつなぐために個々の役割を表現することが大事だと考え、実現するにはステージのレベルデザインがとても重要になりました。プレイヤーに攻略する方法を一つではなく複数用意し、自分たちで考える楽しさを用意しました。ゲームプログラマー学科ゲームプログラミング専攻2年の相掛圭介です。今回の制作ではメインプログラマーを務めさせていただきました。本作のアピールポイントは猫のアルゴリズム挙動です。猫のアルゴリズム挙動は迷路を攻略する際使用される左手探索法を採用しており、それを元に作りました。また本作は多くの人が同時に遊べるようになっているので、ぜひみんなで楽しんでください。グラフィックリーダーの倉橋拓也です。グラフィッカーの針ヶ谷正也です。藤本レオンです。このゲームは独特な世界観だったので、その世界観に負けないようなグラフィックのデザインを意識しました。背景はプレイヤーにどのようなギミックなのかが伝わるように、そしてモーションはプレイヤーに笑ってもらえるようなポップさを意識して制作していきました。ゲームの仕様上、プランナー、プログラマーとのコミュニケーションをより怠らずに制作を進めていきました。その点注目していただけたら幸いです。初めての 3D ゲーム制作でうまくいかなかった点もありましたが、自分たちが伝えたかった楽しさは表現できたと思っています。ありがとうございました。